新日本のわけポッドキャスト。新日本の和芸ポッドキャストの時間がやってまいりました。レイレイシャンマルコでございます。広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ満喫新日本の和芸という落語会を毎月のように成城ホールで行っております。その宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、まずは私がレイレイシャンマルコ、そして立川こちらです。我々のプロデューサーがこちら広瀬和夫です。よろしくお願いします。そして今回も満喫師匠がお休みでございます。ゲストはこちら立川吉祥です。吉祥さん、今日もダブル立川ということでね、ダブル立川とか続いてますけど吉祥さんね、はい、今日ゲストでお迎えするにあたって、うん、ウェブを見させていただいたら、なんか出版されてるっていうんで、そうなんです、はい、そうなんです、吉祥年間2012という年間を、はい、このキャリアにして早く年間を出してる、はい、集大成を、ね、薄い集大成ですけど60ページぐらいですけど、今のところ薄い集大成、はい、薄いね、はい、これどっからこれ出版社、グッドクエスチョンデザインルームですよ。へえ、はい、いうところから、はい、グッドクエスチョンさんから。これを買おうと思ったらどうすればいいんですか。これはアマゾンですね。あ、アマゾンで取り扱ってる。そうです、はい。なるほど、これどういう本なんですか。これはもう2012年の立川吉祥のもう全てが書いてある本ですね。漠然としすぎて。どんなテレビ見たとか。そこまで書いてないです。まあでもメインはブログの。それ書いたら多分ダメだと思うけどね。テレビライター以外は。ブログの内容をいろいろこうピックアップしていただいたりとか、あとはまあそのなんかネタについて自分が考えてることとか、特典として、まあ、タヌキの恩返しすぎの初稿の台本を載せたりとか、あそういう形ですね。じゃあ吉祥さんのその足跡がこれでたどれると、ね、はい、なんか本来は年間とかだとまあちゃんともう成功した人が出すものですけども、うん、この売れる前成功してるする前から出していって、うんうん、成功したらまあそれはそれでいいし、成功しなかったらしなかったで、あなんか夢追いかけて破れた人がいるんだなみたいな気分じゃないかみたいな企画意図で、いや僕はね、はい、成功すると思います、うん、ありがとうございます、うん、やっぱオーラが見えるもの見えるんだ。成功する人はやっぱり成功するオーラを身にまとってますから。弟弟子ではじゃあ誰だと。あとは庄司さん。ああ、いや弟弟子ですよ。志らく一門は。志らく一門はね、残念ながらオーラはまだ見てないので。ね、あんだけ十何年いて。すごいですよね。これ用語解説とかね。あ、落語の？つばなれみたいな。吉祥の。吉祥の用語解説。本文に出てくるものの解説、ね。そうですね。だからマルコアネさんも多分出てくると思います。どっかで。あ、そうですか。はい。ありがとうございます。吉良師匠はちょっとわからないですけど。なんで？月刊談笑のとこ僕が出てないですね。あ、そう。さっさりいろいろあるぞ。ちょっと俺も待てよ、俺も。すみません。月刊談笑、広瀬和夫さんがネタまで決めてみたいな、そういうの書いてないですね。これそうです。でもただこれブログをまあもう勝手にその編集の方がまとめてくださったんですけども、うん、でその1年ぶりに読み返していくと、うん、なんかもうそれだけでやっぱりこうなんか流れがあるというか、例えば2つ目昇進が決まってこうノリノリの時からちょっといろいろそれこそなんかやっかみがあって落ちてる時とか、まあ、昇進して嬉しい時とかなんかこう波があって、なるほど、バイオリズム的なのが見えるわけですね。要はこれブログを抜粋しただけなんですね。そうなんです、はい、前半は結構ブログ長文で書いてるんですね。しっかり書いてる。それはなんか師匠に言われて、はあ、そうブログもだからそのもう入門した時から師匠に前座だけどブログやるっていうのはもう師匠命令で言われてて、っていうのはだからそのもう前座生活っていうのがもうそのブラックボックスの中というか、もうそれまで調べても出てこないな。で師匠からしたらもうどれだけこう大変なところかっていうのもちゃんとデータとして出してあげて、うん、まあ、入門志望の方もそれが参考になるからっていうので、それで杖で殴られたとか書くんですか。やっぱり一応まあちょっと丸くはしましたけれども書いたりとか、収入のこととかも大体落語家の相場前座だともらえて5000円で安いと500円とかっていうのを書いて、あスキーマーとかまあまあバッシングもあるでしょうけどね、まあまあ、そういうこと書くとね、うん、全部、はい、出しましたね。すごいな。これ2012年12月15日、うん、壁っていうタイトルで、あ結構恥ずかしいこと書いてるんで、僕は壁にぶつかる。やめろよやめろよ、それ以上はやめろよ。目の前に壁がある、やめろよマルコ。そのね年末はねやばいんですよ、落ちてる時期で真相になってる時なんで、そうなんですよ。でもいいですね、そうやってちゃんとこう形になってるっていうのがね、出来上がって自分で読み直して泣きましたからね俺。
自分の文章でうわ頑張ったな、いろんなことをね、あこの時辛かったなとか思い出しちゃって、そうですね、なるほどね。いやでもね、こうやって本が出るっていうぐらい言ってみたら、こう支援者がいるってことじゃないですか、ね、ありがたいですね。これはね大きな武器だと思いますよ。ありがとうございます。やっぱ誰かにこう応援してもらわないと我々こう出てくのが難しかったりしますから、その応援者ですよ大事なのは。この本もそうですけれども、うん、なんかとりあえずそのもうなんとかな、前代未聞なことをどんどんやりたいなと思って、そういう意味ではだからその小白師匠なんかももう、うん、特にロールモデルとして参加になるというか、まあまあ、あんま言うなよ。いや小白師匠なんかもやってること全部が前代未聞なんで、あんま言うなってそういうの。そこをまあよせよ今日は俺の回じゃないんだからさ、喜んでくれてるけどだからそこはすごく意識はいいっていいって自分の道行けよ。だからその高速落語とかもあのうわやられたなとかって思いました。やめろよお前そういうのはうるさいかぶせるんだよ微笑ましくて見てましたね。あそうか、オリジナル全作品と解説とかね、うん、かこれ僕あの見たことも聞いたこともない虫っていうのはすごい好きで、うん、初めて多分あの聞いた義古典だと思うんですよ。そうですね、うん、これ新刊談笑でやりました。はい、そうですね、だから多分自分の中で、攻めた多分最初のネタでしょうね、うん、はこれねもうすっごいおかしくてもうなんかゲラゲラ笑っちゃって、いいなこれ。なんか最近やってないんですけれども、うん、その見たことも聞いたこともない虫っていうのが、まあ、独立はしてるんですけども一応テレスコっていう古典落語の、うんまあ、こう上になるというか、前半っていう形になってて、で実はその後半も作ってて、新テレスコっていうのを作ってて、これはあの人情話になってて、ちゃんと泣ける話になってるんですけど、それまだなんかやってないんですけど、お宅の一番あれだよね、庄司くんのね、まんじゅう怖いが人情話になってとかね、そうこの見たことも聞いたこともない虫っていう長い言葉を、うん、あのどん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 何度も何度も羅列していくのがね、繰り返しのギャグとしてね面白い。これ繰り返しのギャグだよね、うん、見たことも聞いたこともない虫っていうねそのフレーズがちょっと聞きたくなりますね。そうなるとね、吉祥さんの笑いってあの落語の笑いじゃないんですよね、うん、やっぱ作家やってたから、うん、なんていうのかな、そういうテレビ関係の人しか思いつかないようなギャグだったり、あ意外な切り口の、うん、それだからその、まあ、12月 の、 あの壁にもつながるんですけれども気持ち悪い人のところのその結局なんかもう自分の中でベストの形は台本をお客さんに渡すのが多分ベストなんです今の時点だとそうなんですよ、そこがもう本当に壁で、あ落語でも、ね、俺も同じ。でもアリさんでもいや演技の部分でもかなりこう上乗せされていってる。いやもう台本が一番完成度高いもん俺。いやでも小白さんは確かにねあの表情とかね、うん、キャラクターそうあの声の出し方とか本当にそれはね落語としてすごくねあのそうなの完成度高い。じゃあ今のなしあのそれはね例えば白鳥さんもやっぱりその白鳥さんのネタを白鳥さんがやるから面白いっていうのはあるね。他の人がやっても白鳥さんほど面白くないっていう、やっぱりそのテクニック古典落語のテクニックじゃなくて、うん、作品を表現するテクニックなんですよ、ね、小白さんも小白さんの作った台本を小白さん以外の人がやるよりも誰よりも上手いねやっぱり。ああじゃあ吉祥さんは別としてその台本はひょっとしたら誰がやってもすごく面白いのかもしれないですよね。でもちゃんとやってもらえたら、まあ、一応ロジックで作ってるものだから、ね、そうですよね、ちゃんとこう、はい、であとなんかその演者の方の個性が入れてもらったら、うん、だからめちゃくちゃ面白くなるし、だからずっと言ってるのは、うん、僕の作ったやつをもう夢は、うん、その立川代表の龍馬師匠にやってもらうのが夢で、龍馬師匠ちょっとトゲあるよね。トゲないですよ、その龍馬師匠が攻めたね今ね。いや攻めてです、あのいや大好きでそのもうキャラクターっていうか、この空気が、うん、龍馬師匠にやってもらうのが理想なんですよ。談笑さんもその二つ目から真打ちになってなる時に、うん、あのいつもだから自分の作った落語は誰がやってくれてもいいんだってよく言ってたよね。どうぞやってくださいと、面白いからやってください。談笑師匠の落語やりたいと思うんですけど覚えるのが難しいなと思って。小白さんは自分でやった方が面白い。いやいやだってね、あの居酒屋のやつとかだって すっごい覚えるのいっぱいあるじゃないですか。そうそうそう、もう暗記ものは僕できないからやりたいと思って、あこれ無理だと思って。いや小白さん本当に自分のねあの世界を確立して、ね、いやでもね人もやりたいなと思う時あるんですよ。だから今度吉祥さんのもぜひ。だから吉祥さんのも、うん、確かにそのシナリオとして面白いんだけどっていうのをね、
吉祥さんがやるから面白い部分はねかなりあると思うんですよ。あ、そうです。そこをだからもっともっと伸ばしていくんですよね。台本をお客さんに配るのが一番面白いではなく、はい、その台本に俺の色が加わるから一番面白くなるんだっていう。そうですね、本当そうですね。本当に弟弟子の庄司君なんかもね、はい、古典をいろいろいじっている部分あるじゃないですか。全然でもあれ、ね、あれは本当ですね、うん、もっと岩井さん言ってあげてください。言った方がいいよ、はい、お願いします。新庄司君ってよ、あの風貌で、あの素朴な田舎の感じの風貌でやるからなんか許されてる部分もあるし、だから面白いってなるじゃないですか、見た目でね。そうだ、吉祥さんも多分吉祥さんの口調だから面白い、あの見たことも聞いたこともない虫は多分吉祥さんの口調だから面白いって僕は思いますよ。はあ、個性っていうとこですよねそれが、うん、たまにあのね、京都出身だから関西弁で喋るじゃないですか。あ、はい、うん、あの朴訥とした感じとかね。そうなんですか。なんで急に、はい、ちょっと吉祥吉祥くん時間止まりました。とんでもない言葉を飲んでしまいましたね。篠吉さんもあっちの方ですよね。あ、そうですね、兵庫でしたっけ。そうなんどせ下手だな京都弁がその関西弁なのにその東京の落語をやるっていうのはそ苦労はないですか。は特にもう落語聞いたのがその立川流からだったんで、もう違和感ないですね。いや、まあなまってんですけどね、江戸弁としては。ものすごいなまってる。あ、そうです。吉祥さん、あの新作だから関西人キャラで出してきて、そうするとすごいナチュラルに喋ってるんで、それは良かったりしますよね。関西人の方々って自分が喋ってるイントネーションが東京の言葉と違うんだって気がつかないでいっぱい使ってて、それを誰にも指摘されないからそのまんまになってる人って多いんですよね。だから多分これは立川流じゃないところの落語協会とかだったらいろいろ指導されると思うんですよ、イントネーション。それ本当にね、全然俺イントネーション気がつかなかった。普通だよね。普通ですよね。うん。それはだから間違ってんだ。違う。学生レベルで言ったらね、まあ、もちろん間違ってない。だって俺たち学生レベルだもんな。そんなもの。あんたはでも千葉だから大丈夫ですよね。あ、千葉だからね。基本ね。そうだ。黙りやろ。こいつ。首都圏だぞこの野郎。手のひら返し。敵になったり。あとは誰も兄さんに江戸弁を期待してないっていうのもありますけど、ね。そうだね。誰も何も言わない。だから吉祥さんも確かにそういうものは期待されてないっていうか、うん、そういうものである必要がないと思うから全然構わないと思うんですよ。ただだからやっぱりその普通の古典やろうとしたら苦労するんじゃないかなと前座の時とかねって思った。うん。でも僕は吉祥さんの関西弁のキャラ好きですね。ありがとうございます。うん、すごい柔らかい感じ。京都のね。へえ。いろんなとこ見てるんですね。みんな落語を見るときに。そうですね。だって一金さんとか小三治師匠に入門するのにまずね、うん、東京の言葉を覚えて、あの人大阪だから、うん、大変だったと思うんですよ。でもちょっとなんか今ショックで。一応自分の中ではちゃんと黙ってなく黙ってないっていうやってるつもりだったもんね、はい、ああ、はい、いやでもそれはだから本当に今のお客さんの聞き方っていうのもあんまりそのさっき言った江戸弁を期待してるわけじゃなくて、うん、東京の落語家っていう人がやってるっていうのも実際はだからね結構いろいろあるわけでしょ。 うるさい人に言わせればはいはいはいね。だからそれ3代続かなきゃ江戸っ子じゃないみたいなね。うん、よくほら先代の文治師匠がいろんな話し方に対してそれは違うんだって言ってたりとか、家元もよくねイントネーションの違いってことを言ってたんですよ。でそこも含めて多分家元は江戸の風って言ってたと思うんですよ。ね、イントネーションこれは本当は江戸弁はこうなんだみたいな、でも正しい江戸弁を使える新潮師匠みたいな、あるいは一朝師匠みたいな人ってそうそういないんですよね。そうですね、おそらく、うん、だからなんですかね、僕も山口出身で江戸弁なんか絶対できないんですけど、うん、まあ、近づけるようにはしてるんですけど、まあ、無駄な努力でね、無駄な努力でばっかり諦めてます ね、うん、関西の人ってやっぱり関西弁がすごく普及してるからあんまり言われることがないと思うんですよ、うん、それは違うよ。だから2年とかって言って靴とか言った時にそれは靴だよとかね、うん、いちいち言われるとムカッとすると思うんだけど、多分そういうのがいろいろあると思うんですよ。2年は2年って言ったりするとかね、うん、2文字ね、2文字はまずいですね。僕平板じゃないですか、アクセントがね、うん、だからそういうのはあ関西だなって分かりますよね、うん、バレてますよ。2文字でも難しいです。その中で言うと箸
とかなんか、いやどっちを言ってんのかまず言わねえと、どっちの端か渡るのかつまむのかはっきりしてくんねえと、どちらとも、まあ、その皆さんにお任せしますけど、うん、まあ、食べる牡蠣なのか食べる牡蠣なのか牡蠣なのか貝の方の、うん、二文字苦手ですね。へえ、やっぱ言葉を操る商売だからそういうこと気にすんですね。あとあの関西の人って、まあ、これ女性なのかもしれないけど、うん、デパートって言わないで百貨店って言うでしょ。ああ、百貨店。それは江戸っ子関係ねえだろ。マクドナルドはなんて言うんだよ。はマクドですね。江戸っ子はマックっつうんだよ。ま、ウェンディーズはなんて言うんだよ。ウェンディーズは行ったことない。ないのか。百貨店っていうね。百貨店。って普通に言うから。うん、デパートでしょって言うと、デパートとかって言わないでしょみたいな。デパートって言うよねっていう話を、こっちだと普通デパートっていうところの流れ。デパートも言わないですね、僕なんかは。もう丸いって言いますよね。丸い。全面で言っちゃう。全体的に、ああいうのは丸いって言います。イオンも丸いね。そうそうそう。どうでも丸い。三越も丸い。トータルして丸い。そういう人いるよね。プレイステーションもファミコンで言っちゃう。そうそうそう。10杯人からげる。そうですか。吉祥年間でもこれいいですね、はい。これは毎年出していくんですか。そう、そうですね。はい、毎年も自動的に僕が生活するために増えていくという。じゃあ2004年も、2014年もこれ出ると。次だから、だから12月31日に締めて、うん、で次の年の4月1日に発売という。あ、もう。すごいな。定価1000円。定価1000円で。税込みで。税込みで。まあちょっと薄さに比べると値段が張りますけども。そうなんですよ。いや、そうなんです。僕もね、これよりちょっと厚いぐらいのは出してるんですよ。ああ。そうですか。受注生産のやつ。受注生産のやつを。それもね、1500円ぐらいしましたから。うん、あの一応、その落語会の、まあ、自分の会の、まあ、グッズ用、物販用に一応想定してたので、あ、まあ、手拭いが1000円で売ったので、うんうん、まあ、1000円だったんですけど、同じ1000円でって。なんかたまたまその、池袋のリブロさんで一回取り扱ってのことになって、うん、並んだらこれで1000円だと高すぎるんですよね。うん、だからなんか、わっと。他に本が並んでるとね、落語会の物販コーナーだと、ちょうど安いぐらいなんですよ。そうなんですよ。僕のが本体価格840円です。いや、そうよ。何で、ひろしさん、何ですか、その本は。これは談志の18番というですね、必聴名演名盤ガイド、立川談志の落語をね、あの徹底解説して、ちょっと、こんな本、どうでもいいやつ。今、後ろに投げ捨てましたよ、吉祥年が。広瀬さんって、やっぱり談志師匠のことずっと追っかけてたわけじゃないですか。まあ、その広瀬さんがついに談志師匠のことにくっついて書いたっていうのは相当な決意ですよ、これ。まあそうですね。やっぱりだって一番自分が好きなものってやっぱり恐れって出るじゃないですか、うん、一番好きなものに対する恐れっていうのが思い入れが強すぎてしまうっていう、だからそれをもう乗り越えて書いたってことは相当の覚悟で今回書いてると思うんですよ、広瀬さんは。ぜひ読みたいですね。うん、いやでもやっぱり吉祥ね。いやいやいやまあってなんだねえ、ゲストで来てもらって申し訳ないけど、まあ、演目は何席ぐらい解説されてるんですか。あ、男子18番ということですか。50席弱ですね。はあ、結局18席を選ぼうとしたんですけども、うん、はい、立川談志の得意なネタを18に絞るってことは絶対できないんですよ。見方をいろいろ変えて、うん、この18席を選んでみる、あるいはこういう18席を選んでみる。なるほど、なるほど。それでも50本ぐらいに絞るのも苦労したわけですからね。そうですね、本当にあれが入ってこれが入らないみたいなことになってきますからね、当然ね、はい、だから家元の例えばあの品川真珠って立川談志の18番かって言ったら、うん、ある時期 あのお客さんにとってはもう完全に18番なんだけど、え、品川真珠ってそんなやってたっけっていう人もいるでしょう、うん、あるいは死神とかね、これ晩年よくやってた話で18番なんですけど、昔やってないから、え、男子の死神みたいな人もいるはずなんですよ、ね、そういうね、年代によっていろいろ違うんで、ほんとヘッツイ幽霊なんかもあの2000年代になってから随分多くやってるけど、うん、昔はそれほどでもなかったみたいなこととかありますね、ということをね、いろいろで全ての音源映像についてそれらの演目については紹介してる。でそれどれを聞くべきか、あ、初心者はこれを聞いた方がいい、うん、例えばその家元の芝浜とかね、うん、芝浜はあの、まあ、2007年にやったやつが伝説のって言われてますけれども、うん、じゃあ初心者が最初からあれを聞けばいいのかってはそうではない、ね、細かい、むしろ CD だったらこういうのを聞いた方がいいとかね、そういうのをいろいろやってますので、なるほどね、男子をより深く知るためにはこの順番がよろしいですよと、うん、そんなような感じのことね。じゃあまずこの本を読んで、でそのガイド通りに順番に買っていけば
ば、うん、まあそうですね、損しないだろうと思います。で全部買って見終わった後は次は吉祥さんに行っていただいて、そうです、そうです、吉祥年間に、そういう流れがあるんですかね。薄いなーって、人生薄いなこいつ2012年70ページしかねえよこいつの人生ベラベラだよでもしょうがない、比べるのが大事っしょですから ね、うん、2013年もじゃあまた出す、ね、はい、また出します。吉祥さんスマホですか？スマホですよ。スマホですか？なんかこの画像の解像度悪くないですか？あ、そうなんですよね。なんか写真がね、なかなかちょっとまあ、はい、なかなかあれ、ね、ただあのいいやつもありますんで。いいやつ、はい、なんでこんなに。1ページだけグラビアも入ってます、ね。12ページにグラビアが。ぜひね、ぜひね、お手持ちの方は一緒に、ね、読み進めていただければと思います。そうですね、ではまずは広瀬さんの男子の18番をお買いいただいて、はい、その後にこの吉祥さん吉祥年間を、ね、はい、買っていただくということでね、うん、それではあの来年の新日本の話芸の、ね、告知をさせていただきますけれども、1月の14日、2月の6日、3月の24日を予定しております、うん、成城ホール小田急線成城学園前、下車徒歩4分、19時開演、参りが2500円、当日が2800円、お問い合わせは東京03-3482-1323までお願いを申し上げます、うん、そして吉祥さんが出演いたしますソーダジュゲム機構、12月の17日吉祥庄司松之丞というメンバーでお送りいたします。19時開演、なんと1000円というリーズナブルな値段で成城ホールで、いやいや安すぎてびっくりしちゃってね今ね、本当に本当かよ、吉祥年間と同じ値段ですからね、1000円、それはどうなんですかなんかどっちにもマイナスになりそうな今質問の仕方しちゃったな、はい、というわけでございましてですね、吉祥さんね、またあのじゃあ二人会ね、ぜひやりましょう。お願いします、ね、お願いしますね、その時は壁にぶち当たらないように期待しておりますので、2013年吉祥年間も楽しみにしております。新日本の話芸ポッドキャスト